かしいね、どうも。ん？何がおかしい？だって、飛行気がつかないのか？近頃3日にあげず、岩藤様から、ご家老大橋様のもとへご使者が来る。なるほど。そういえばちょっとおかしいな。でもまさか、おつぼねがご家老相手の色恋沙汰でもあるまい。なんだ、馬鹿に騒々しいじゃないか。奥では今日何かあるのか？今日は4万6千日だ。物売り場番は5点入り、お廊下には熊物の店が出て、嘘はつき放題、若い腰元衆が年に一度の楽しい日だ。お互いに覚えがありますね、本にね。どれ、私もちょっと昔に帰って。何、手紙をなくしたと？はい、五条口までは確かに覚えております。まあ、なんといううかつな。申し訳ございません。お黙れ。これが詫びて済むことでございますか、千鶴畑殿。もしあの書面が我々一味の者の手に拾われていればともかく、雪姫様腹心の者の手にでも入ったらどうなさる？いずれはあの面にくい小利口ぶった御台様お気に入りの尾上のもとへ届けられるは必要。そうなったら我々の立場はどうなると思います？すみません、おつぼね様、すぐにもう一度探してまいります。千鶴畑殿、探してもしもなかったら？はい、その時は。その時はお覚悟はできておりましょうな。女とはいえそなたも御殿奉公する身でござりまするぞ。お局様、私も武家の娘でございます。はい、じゃあありがとうございます。いいわね、それとっても。あなた、落とし物をなされたのではありませんか？は、あの…あたしでようございました。これは、ここだけの内緒事にしておきましょうね。
どう、これにあってかんざしは綺麗だけど、そのご面相ではね。おや、こんなご面相で大層悪うございましたね。これでもね、お前でなくちゃ夜も日も明けないというとっても親切な人がちゃんと待ってるんですからね。世の中にはなんと物好きな人もあるものね。まあ、ぶつよ。その目その目だ。今頃あの人どうしているかしら。ああ、あと半年か。半期は長いな。宿探しでもさせてもらえないかしら。宿探しだって？町人の子はすぐあれだ。町人の子で悪かったわね。なんだい、貧乏御家人の放ったれ娘が。お前さんなんかうちにいたら目指してひじきばかり食ってたんだろ。まあ、私なんか町人の子でもね、これでうちへ帰ったらおからと麦飯ばかり食べてたんだろ。これ皆様大変落ち着いてなさいますね。宿下がりはなさらないんですか。え、宿下がりですって。いいえ、もうさっきお許しが出まして、どなた様も大急ぎでお下がりでございますよ。はい、ごめんなさい。宿下がりだって本当かしら。そういえば今日は四万六千日だし本当かもしれない。やるからやるよ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 。あ、藤波様、宿下がりですって。まあ、宿下がり、皆さん、お宿下がりよ。まあ、まあ、それ本当、誰が言ったの。嘘じゃないでしょうね。まあ、まあ、まあ、宿下がり本当。え、本当、まあまあ、皆さん、宿下がりよ。お宿下がりのお許しが出ましたよ。え、お宿下がり。何が、まあ、嬉しい。ちょいと、お初さん、宿下がりだっていうのに手紙なんかいらないじゃないか。さあ、早く支度をしよう。早くしないと御門限が来たら出してもらえなくなるよ。私、うちへは帰らないのです。あら、どうして。もったいないじゃないの。せっかくの宿下がりにうちへ帰らないなんて。本当よ、いくらご主人思いのお前さんでも宿下がりの日にまでご中金を励まなくてもいいじゃないの。そんなわけではないんですけれど、帰るうちがないのです。あ、そう。おしもさん、お前さんすぐあんな意地悪言うけれど悪い癖だよ。謝んなさいよ。ごめんよ、おはっちゃん。いいえ、かわいそうにね、おはっちゃん。でもおはっちゃんは旦那様がいい方だから、せめてもの幸せよ。そうね、私たちだっておのえ様みたいないい旦那様に仕えているんだったら、宿下がりに子も子供みたいにガツガツしないんだけど。まあ、天才のいいことを言ったら、本当はあのハンさんとかなんとかいう人に会いたくてガツガツしてるくせに。本当はその通りよ。だってあの人生きでいなせで男がよくて。あ、もうだばあさん、今年はまさかいたずらなんかしやしまいね。あなた、いたずらなんかしやしませんとも。そうかい、そんならいいけれども、いくら嘘はごめんの今日でも、若い腰元衆をからかうな罪だぜ。ごもっともさまで、ごめんなさいませ。何、宿下がりのものだって。さようでございます。どうぞ、ごもお分けくださいませ。いや、そんな通知など入っておらんがよ。そんなはずございません。そんなはずはなくても、そんな通知など入っておらん。まあ、どうしたの。門番はもう開けないって言うのよ。お宿下がりの通知なんか来ていないって言うのよ。そんなはずないわね。ご門番、早くお分けくださいませ。でないとご門限の時刻が参ります。うるさいな。そんな通知など入っておらんと申す。そんなはずはございません。確かに宿下がりの通知が出たはずです。
そんなはずはないというの。殿は、もう直でござりましょうほど、お心確かにお持ちくださりませ。殿が、お間に合わねば、そなたたちに聞いておいてもらわねばなりません。母上様、またそのようなお気の弱いこと。雪殿。大笹殿も母の言い置きじゃ、よう聞いておいてくだされ。まあ言い置きなどとお情けない。母様、お気を確かに。母がいなくても、母の代わりはそこにある岩藤や小野がいたしてくれます。兄弟仲よ、仲たがいなどいたさぬようにな。のう岩藤、小野も姫たちのことをよろしく頼みましたぞ。姉の雪姫は紀伊の若君を迎えて松平十八万石を継がねばならぬに、小笹殿も岩藤も忘れずお力になるよう、しかと頼みましたぞ。御殿のお入り。あ、御台様、あ、母様、母様、お父上でございます。お気を確かに遊ばしてくださるな。母様、お父上が、お父上が、ご遺言はご遺言、志は志、御台様のご遺言ぐらいでぐらつくような我々の企てではないはず。今さら肝心のひい様がそのような弱いお心でどうなります。でもわらわにはどうしてもあのお優しい姉上様を裏切るような恐ろしいことは、ことここに至ってはもはや姫ご一人のお心だけでは変えできません。それではご腹心の大橋様へも申し訳たたず、これまでの我々の苦心も水の泡。姫様、しかとお心を持ち直しなされませ。本におつごね様がおっしゃる通り、肝心要の姫様がそう心が弱っては、私たちは不安心でなりません。おつぼね様とて欲得づくで、この度の企てをなされたわけではございません。
皆ご幼少の身入りより我が子のようにお育て申し上げましたひい様に、あの松平十八万石を継がせ申したいと思えばこそ、身を捨てての獅子の企て。岩藤の心をよう知っています。皆の志もありがたいと思っています。しかし、しかしわらわにはそんな恐ろしいことは。できぬと仰せられましても、期日は中秋明月、寒月の御縁の巡り、手はずは万端整うております。姫の御ため、我々一同のため、お覚悟のほど願わしゅう存じまする。旦那様、ご実家からお手紙とお届け物を持ってまいりました。え、頼りが来ましたか。どれどれ。本に懐かしい母の便り、きっといつかお話しくださいました。ご縁談のことでございましょう。まあ嫌なはず。でもご両親様、とてもこのご縁談をお喜びで、旦那様がお礼奉公が済んでお帰りなされるのを一日千秋の思いでお待ちかねのご様子でございましたよ。おかしなはずだこと。これは何も縁談のことなんかじゃありません。では読んであげましょうか。え、どうぞ。またその上に、未用心という手は他にはない。食べ物に気をつけて気移せぬように、折節は笹も食べて気を晴らし。まあ母様としたことね。さあ旦那様、笑ってなどおいでさらさと、はよお先を読んでくださいませ。まあ初の向きな顔。なおこのほどは悪い風が流行っておるとのこと。このお守りは萩寺の疫病よけのお守り。はつや、それはお守りですって。そんなことはどうでもよろしゅうございます。早く後を続け遊ばしませ。また藍薬の黒眼紙、切れた自分と存じお届け申しそうろ。もう一年で五年も空く。父も母も指折り数えてそなたの晴れの腰入れの死を。はつや、もうよしましょう。まあ肝心のところでやめておしまいなさるんですもの。そんなずるいの嫌でございますわ。でも私は初のように侍の子と違い飽きんどの娘、このような手紙を見ると胸がいっぱいになって飛び立つ思いで帰りとうなる。初、もう堪忍して。まあもったいない。私としたことがご寵愛になれ、旦那様を友達か何かのようにどうぞお許しくださいませ。何をまた初が改まって。御殿にあればこそ中老の尾上も、町へ帰れば飽きんどの娘、友達でいいではないか。いいえ、何をおっしゃいます。両親に死に別れ許せないこの初をお引き取りくだすって、実の母じゃか姉様のようにおいたわりくださいます。旦那様、友達などと申すだにもったいのうて罰が当たります。やはり育ちは争われぬもの。初の固いこと恐れ入ります。なお初、はい。そなたを前にしてこのようなことを申すのはおかしいが、私はそなたのような忠義な召使いを持って本当に幸せだと思っております。まあ数ならぬ私をそのようにお褒めに預かりますと、初は恥ずかしゅうて穴でもあったら入りとう存じます。いやいや、そのような寝釈はいらぬこと。右を見ても左を見ても悪人はびこり、ちょっとの油断もならぬこの奥御殿では、そなた一人が私の力、どうかいついつまでも私を助けてたもれ。はい、もったいなく旦那様のお言葉
私ごとき何のお役にも立ちませぬが、ただただ命を賭してご奉公いたすつもりでございます。よう言うてくだされた。それにつけても気になるのはこの度のお月見。え？と申しますと？雪姫様のお身の上じゃ。悪人腹にはどのような企みがあるやもしれぬ。初も十分気をつけておくれ。かしこまりましてございます。
天の床の尾上殿の振る舞い、何故にお止めなされました。はい、姫君様にはご承知のごとく生来のご病弱、それに近々ご婚礼遊ばす大切なお身の上、万一のことでもありましては。何、万一のこと。万一のことなどと申されると、お身はこのお茶に毒でも入ってると申されるのか。いえ、決してさようなつもりで申したのではございません。ではどのようなつもりで申されたのじゃ。かたじけなくも太田指姫様じきじきに立てられたこのお茶、言われなくしてお止めなされるは無礼でございましょう。わらは決して言われなくしてお止めいたしたのではございません。何と言われる。ではこのお茶を飲んで悪いという証拠でもあると言われるのか。さあ、その証拠はどこにあるのじゃ。では布施屋殿にはあくまで証拠が見たいと申されますか。おお、見とうござる。見せてくだされ。さあ見せてくだされ。その証拠は、布施屋殿、いざこのお茶をどくみなさいませ。何をご躊躇なさいます。お言葉の手前、そうそうおどくみなさいませぬか。そのどくみ、わらわがいたしましょう。おつぼな様には大切なる証拠のお茶を。何の毒だの証拠だのとたわいもない、狂言草造紙の類なら知らぬこと、武家の奥御殿に毒殺沙汰など卑怯な真似をする者があろうか。しかし、お黙りなされ。武家の道具は剣じゃ。だから御殿暴行するほどの者は、女わらべとて武芸の一点ぐらい知らいでは。もしも狼藉者のあった際に、君のお体をご死後申すことができぬというもの。さ、この上はあのような雅びた手踊りなどやめて、武術試合の模様をして姫のご狂乱に入れましょう。誰かある、試合の用意をいたされよ。ああ。さあ、尾上殿、そなたも身分卑しい町人の娘でこそあれ、中老のお役を務める人じゃ。さぞかし武の道にも長けていられよう。ひとて腰元どもにご指南くだされ。はい、あのわらは剣術は武家の表に、まさか知らぬとは申されまい。さ、何とぞひとてお教えくだされ。はい、尾上殿、まず一番のお相手はこの布施屋が受けてまいりましょう。存分にお稽古のほどお願い申し上げます。はい、あのわらわは、あんよ布施屋殿、今宵は風流な月見なえ、さような無風流なこと。何、無風流。ええ、わらわたちは無風流でござる。侍の娘は無風流なもの。どこぞの成り上がり者のように口先の世辞や追唱で取り入るすべは知りません。
谷殿、なんとおせられます。お気に障りましたか。お気に障ったら立ち上がって支払いをなさるがよ。それともこれほどまでに言われても立てぬほど、町人の娘というものは腰抜けでござるか。尾上殿、いかが召された。おみ剣術の一手ぐらいご存じないのか。それとも早腰抜かして腰が立たんのか。尾上殿、いざお立ち合い申そう。何をグズグズしていられるのじゃ。そうそうたってお手並みをお見せくだされ。さあ尾上殿、お立ち召され。なぜお立ち召されぬ。卑怯でござる尾上殿。お立ち召されと申すに。そのお相手、私がいたします。それながら、尾上様の家来はず、主人に代わり、おつまれ様のお相手申し上げます。いざ、お立ちくださりませ。すまれ。召使い不正の卑しき身分で、この岩藤に挑むとは、身の程知らずのつけ者めが。すまれ、すまれ。これは、おつまれ様のお言葉とも覚えませぬ。先ほどは、主人を尾上に何と仰せられました。身分屋敷町人の娘でも、おてんぼうこうするからは、剣術の一手ぐらい知られては務まらぬ。剣術は武士の表芸だとおっしゃったではございませぬか。さすれば身分屋敷召使いでもお相手はかのう通り。立ってお願い申し上げます。これはず場所柄もわきまえず何をやる。控えていや。あ、これお前まちゃ主人思いのはずとやら申しよ。もっともしごくじゃ。大事なわらわが許す。立ち会ってよかろうぞ。はい。いざ、どなた様からなりと、お相手申しましょう。ここなこの身の程知らずめ、市長根のつくまで打ち据えてくれ。あいや、伏せや殿。このような下目一匹打ち据えるに。そなたが出るにも及ぶまい。まず山吹出よ。母手柔らかに。わらわの剣術はちとお手厳しゅうござるぞ。そのつもりでかかってまいれ。いざ。言い甲斐のない。ご飯、出よ。はあ。いざ。うん。やっ、やっ、やっ、やっ。市長、出よ。いざ。
望みによってわらわが立ち寄って取らす。遠慮はいらぬ、打ち込んでまいれ。いざ、いざ。次の折まで預かります。では、皆の者。初とやら、許し、わらわの部屋へ参るがよい。はい。雪姫君ご婚儀の期日もいよいよ切迫つかまつり候。婚儀整わば。もはや施すすべもこれなく、かの子と結婚の日は来たる5日、氷川神社御社さんの折以外にはこれまで大橋殿の意向は格の通り、この岩婦人の心も同様、吉霊の御社さんの日以外に姫のお命縮め立て祭る機会はない。御社さんのお供はおのえ、雪姫君を失いたてまつれば、尾上めもそのとがによってお家追放となるは必要。目障りな尾上殿が追放となれば一石二鳥というわけ。してその手立ては。静畑は、そなたの兄は家中第一の鉄砲の名人と金がね、そなた自慢のためじゃそうな。はい。いえ、その腕前をぜひとも拝借いたしたい。では雪姫様を。何も驚くことはあるまい。皆お笹姫様のおためじゃ。しかしいかなる理由でも現在の御主に筒口を向けるなど大されたことはできぬというのか。できんとあらば一味の掟存じておろうな。は、はい。本当に雪姫様も今度の御社さんが住めばすぐにご婚礼、さぞお嬉しいことでございましょうね。私もこれで肩の重荷が下ろせるというもの。御社さんのお供を渋よく務め、雪姫様の花嫁姿が無事に拝めたらもう思い置くことはない。それで旦那様もご実家お帰りになってご婚礼ね。さようでございましょう。まあまた初がそのようなことでもご中道の役を立派に務め終えてのご帰宅でございますもの、ご両親様もまあどのようにお喜びなさいますことやら、もうもう目に見えるようでございますわ。ありがとうよ初。私も本当はその日の来るのを指折り数えて待っているんです。眠れない夜も幾度かありました。でももう少し、もう少しの辛抱だよ初。ええ、さようでございますとも、もう少しのご辛抱でございます。何事も辛抱なされてくださりませ。そのうちには水死苦労の数々を笑って語る時節も来ると思います。本に初の言う通りです。ああ、早くその時が来ればよ。ねえ、初。はい。私が里へ戻っても、そなた時折は遊びに来てくださるかや。ええ、毎度どころではございません。きっ
とやせていただきます。その時は初の一番好きなものをご馳走して死んでましょうね。初は何が一番好きだったかしら。はい、あの、何言ってごらん。でも私なんだか恥ずかしくって。まあそのようなことが何が恥ずかしいものか言ってみや。では申しますが、お笑いなさるとは嫌でございますよ。ええ、誰が笑うものですか。あのね、じゃあ思い切って申し上げますわ。まあそう、私も大好きです。まあ旦那様も。いやさ、そなたが五代さんとおっしゃるのか。はい、雪姫様御名代としてふつつかながら尾上五代さんつかまつります。利口僧でも根が町人の尾上殿、やはり育ちは争われぬものじゃ。おつぼね様、いつもの尾上ならともかく姫君五代さんを務める今日の尾上、存分聞き捨てになりませんぞ。お黙りなされ。恐れ多くも神前を不浄の地で汚した落ち度を持って五代さんが務まると思われるのか。賢いようでも宇治素性は争われぬと申した。ここのこと、今日の代さんはこの岩藤が務め申す。さよう心得なされ。おつぼね様、お話しなされ。お待ちくださいま。おつぼね様、こればかりはあなた様のお言葉に従うわけにはまいりません。お控えくださいま。
尾上殿、またれ。これ、尾上殿、そなたはこの岩藤の代参を妬むのか、いやさ、邪魔なさるのか。まあ、何とてそのような。しからばなぜ、この岩藤の道理を不浄のうちで汚されたのじゃ。これはまた、とんだ言いがかり。何が言いがかりでござる。さ、なぜこのように汚されたのじゃ。はい。一刻なこの、王道家の目。さ、今日こそ、その根性まがりの心の、この岩藤が叩き直してくれる。岩藤殿、いかにおつぼね様とて、姫御財産の己殿、長着なさると。いい、お見立ての出る幕ではない。引っ込んでいや。それじゃと申して、あまりとどうなったの。あ、皆様お静まりくださいませ。何事も皆この己が至らぬゆえ、おつぼね様の情けのご切腹、己ありがたくお受けいたします。おう、それでこそ奥御殿へ勤める中郎殿、なんとまあ辛抱のよいこと。その辛抱のよいのを見込んで、どうじゃ、少しは骨身に応えたか。これ、尾上殿、口惜しゅうござるか。口惜しければこの岩藤、いつ何時でもお相手いたしまするぞ。どうじゃ、どうじゃ。これしきのこと、何の悔しいと思いましょう。何事も、わらわのためのご親切、おのえ身にしみてありがたくお受けいたします。このお草履は終生忘れぬご意見の形見にいただいて、おのえ身のお守りといたします。帰り遊ばせ。旦那様、どうかなされたのではございませんか。いいえ、何でもありません。でもお顔の色はつぶれませぬが、何ならお方でもお揉みいたしましょうか。ではそうしてもらいます。かしこまりました。本当に何かあったのではございませんか。まあ何でもないと申しているではないか。
さようでございますか。そんならよろしゅうございますが、もうわずかで5年も空く大事なお体にもしものことがありましたら。ありがとう。いつに変わらぬそなたの親切、嬉しい思います。まあ、どうなさいました。初夜、私はどうやら風邪をひいたような。すまんが、なんぞ薬を取ってきておくれでないか。はいはい、ではちょっとお待ちくださいませ。すぐに取ってまいります。尾上様でも、漫座の中であのような恥ずかしめをお受けなされては、世もご辛抱はできないと思いましたが、さすが尾上様、よく堪忍あそばしました。それに引き換え、すらにくいは岩内殿、手向かいせのおよいことに、あろうことか草履を持って打ち長者。藤波様、今のお話、それは本当のことでございますか。旦那様がお殿様にお恥ずかしめをお受けなされたと申すの。手紙の返事がまだ出してなかったゆえ、遅くてご苦労ながら。はい、遅いのは構いませんが、お急ぎでなければ明朝早くでは。ではもう頼みません。よしにしましょう。え、では明朝でよろしゅうございましょうか。もうよい、明朝も行くには及びません。え、目をかけてやればいいことに、死を人も思わぬ召使いには用はない。今日限り暇を取らすほどに好きなところへ行くがよ。まあ、旦那様、お許しくださいませ。私が悪うございました。参ります、参ります。いえ、どうぞ。では
行ってくれますか。はい、参ります。じゃあこれを。では行ってまいります。夜道のこと言え、十分気をつけてな。はい。待て。あ、その手紙に用がある。こちらへ渡せ。なさるほどのご決心をなさるかのな。なぜ、なぜこの初に一言おっしゃけてはくださいませ。旦那様、初、お恨みに存じます。どれに至らぬ越し使う不便でも、実の妹同様に、かわいがってくだされたあなた様、姉とも母とも思ってお慕い申しておりましたもの。
何事も辛抱じゃ。あれほど楽しみにして待っていられたではございませんか。なぜ今一息のご辛抱をなされてはくださいませ。屋敷分際でわらわの部屋へ。しかも夜中何しに参った。実は主人おのえ急病につき、お局様のお見舞いをいただきたく参上いたしましてございます。何、おのえ殿が急病とな。はい、どうしたことか急に枕も上がらぬ大病。それにつき何かあなた様にお頼みいたしたきことがおありのよし、立ってお見舞いを願ってこいとの主人の言いつけでございます。この岩藤にどのような頼みがあるかは知らぬが、では見舞ってとらそう。お局様、旦那様、あの屏風のうちに伏しておいでになります。何とぞお見舞いくださいませ。
が乱心いたした。お止めください。お止めください。ご先生ございません。方々お控えなさい。乱心ではござりません。仇討ちでござりまするぞ。止めてはなりません。お控えなさい。お控えなさい。様のお恨み、ただいまあつが確かにお話しいたしました。ハツを、これ。ハツ殿、姫君様のお召しでございますぞ。はい。ハツ。おのえ自害のよし、何故の自害じゃ存じていやるか。はい、恐れながら異彩は亡き主人おのえがこれなる書状に。二代目尾上じゃ、いずれもさよう心得るがよい。